げたいに来ました。やっぱり竹田は農業生産高が大分県内で一番なんですよ。新鮮なお野菜がたくさん店内にありますんで、まあ、そういった四季折々のいろんな美味しいお野菜ですね。あとは本当に田舎ならではのこういったおまんじゅうとか餅とか、農家の奥さんたちが朝から早起きしてこう作った手作りのお菓子、まあ、こういったものをぜひ皆さんに召し上がっていただきたいですね。うん、サフランはもう本当に箱の中にこうやって置いて、で風通しのいい涼しいところに置いておくだけで、水も何にもあげなくて11月ぐらいにお花が、綺麗なお花が咲くんですよ。うん、なんか水も何にもあげなくていいんで、すごい簡単です。はい、綺麗な紫色のお花が咲くんですけどね。野菜カレーを食べます。いただきます。かぼちゃの甘さとそのカレーの味がすごくマッチしてて美味しいです。ジャムハンバーグいただきます。あ、柔らかい。柔らかくてふわふわっていう感じがして、デミグラスがあまり濃ゆくないので、この量でも食べきれるぐらいあっさりしてます。カボス、はい、なんか酸味があって、でもその後にすごく甘い香りが口の中で広がります。